はい、マリオカートエトラルクス始めていきたいと思います。はい、早速今回2回目、今実質5回目なんですけど、ほぼもう復帰してから2回目のマリオカートを始めていきたいと思います。で、今のところ世間はなんかあれだ、ウイルス、例のウイルスが流行っていますが、俺はそれよりも花粉症がやばいです。ほんと、もう鼻ぐじゅぐじゅです、鼻が。よっしゃ、もう今日もやっていっか。でも、こう、もうカートももう昨日撮って、また今日撮るっていう、偉いでしょ、俺。で、もう昨日と同じ、もうあれでいいや、バイクで。で、メンバー探しのして、しばらくお待ちください。カットします。あ、カットしない、やっぱ。で、早速か。で、あ、もうこんな時間帯から、今、朝かな、もう昼10時か11時ぐらいだけど、まあ、暇人ばっかだな。俺みたいなやつばっかだ。ただ、まあ、あれだな。左に2人、右に2人、なんか、モブキャラいるな。モブっぽいの。これ、全兄弟か？四つ子か？ただな、おそ松さんみたいにやるなら、もう、六つ子とかにしたいなら、あともう2人必要だが。まあ、いいや。こん中だったら、まあ、ハイラルサーキットだな。まあ、もう安定して。ハイラルサーキット、まあ、火山以外だったら何でもいいや、もう。もう、火山選んでるやつは、もう、とっとともう、帰ってくれ。で、火山以外だったら何でもいい。まあ、言うて、まあ、一人だし、12分の1やから、まあ、ハイラルサーキットになるでしょう。ハイラルサーキットが、まあ、8、もう12分の8だ。4分の、計算できない。いいや。さてと、いきなりちょっと、カミカミで話していきますが、で、あ、まあ、これだ、危ねえ。まあ、150cc。いいね、いいね。昨日がな、あれ 100cc ばっかだったから、確か記憶によると。でもって、こん中そうだね、レート帯もまあまあ同じぐらいのやつ、一人メキシコのやつが2800のやつがいるが、こいつをぶっ飛ばしていくと。さてと、ウィジン、本日のウィジン始めていきます。で、スタートダッシュを決めていき、一人失敗していたな。あいつは論外だ。で、ここで、で、あれだな、やっぱ昨日の汗でやっぱアイテムを確実に取るのと、でもって、あとは、あれだ。コースちゃんと走っていく。このなんか、コース外に出るのをやめよう、本当に。それでスピード落とすのが本当になんかあれだ。引くから。で、今一人死んで、メタルマリオが死んだな。で、ここで、まだ撃たない、まだ撃たない。撃っていく。あー、アイテム取れないと。もう本当ダメだ。マジでアイテム取れないのやめよう。だから2個アイテム取ろうとして、うえ !2 個アイテムを取ろうとして、あれだ。なんか、結果、一個もアイテム取れないっていうのが最悪のパーティー。あー、またこれも最悪だ。もう最悪だ。やーべ、最悪祭り。どっちみちでもいいな。今、雷食らうって考えてたら、アイテム取らなく、実質取らなくてもよかったから、あれはアドだわ。で、今のところあれだ、マッツン。1マッツンかな、あれ。よし、ピンクよし。マッツン、お前をぶっ飛ばしていってやる。おし、で、ここでちゃんとアイテム取ってって、赤コーラか、これはガードしてこう。で、ガードで、赤コーラでガードシーのして、よしよしよし。1マッツンか。日本人やるな、マッツン。あれかな、松本ひとしさんかな。あの、筋肉もゴリゴリマッチの。で、ここでアイテム1個取ってって、で、持って、ここもちゃんと、で、あれ、開かないか。開いたけど、あー。やばい、今、ぐだってる。やばい、やっちまった。で、ここで投げて、で、ここで、いやー、植物邪魔。で、2個アイテム取るよ。オッケー、よく決まった。いいね。2個アイテムちゃんと取っていって、あー、あのバナナが怖い。よし、で、スピード上げ。で、ここはまだ行かずに、で、ここでスピード上げして、で、ここで緑コーラのこの、防御。ディフェンスフォルム。デオキシス、ディフェンスフォルムだっけ？あれになってって、で、いいね、ガードしてて、で、マッツンが一人な。あれのマッツンには勝ちでな。で、赤コーラお前絶対当たらない。よし、ガード成功。で、ここでもう投げちゃおう。で、投げちゃおう。あー、やべえ、ドリフトしまった。あー雷、ほんと雷多いわ、最近。で、ここで、開くか？開いたけど、行かない。あえて行かなかった。で、お、もう一人いるのも日本人。マサ、あー、ちくしょう、マサに切り取られてたら。で、アイテム2個取れない。いや、あえて取らなかった。で、ここでいいね。で、ここでこうして、抜いてけ、あー、抜けなかった。まあいいや。でも結構あれだ、なかなか、あれだ、接戦の戦いだったから、結構いいでしょ、これは。いいね。マッツン抜けたのでかいわ、マッツン。マッツンとマサ、お前ら2人が俺のライバルだ。よっしゃ、第2戦やってっか。で、
最初の戦いはあれだ、4位っていう、まあでも前の密集していた中での試合だったから結構いい試合ができた。ただまあアイテム取れなかったりコースアウトしたりというなんかあんまみっともないとこを見せてしまったので、で1位のやつが抜けてったな。あ、でもどれだ、マッツンどれだっけ、マッツンとマサどれだっけ、マッツンとマサ抜けないでほしい、マッツンとマサには抜けないでほしいんだけど、まあいいや、こん中じゃったらなあ、キノピオ、あ、でもキノピオハーバーも怖いんだよな。でも慣れていかないといけないからキノピオハーバーでいこう。お、いいね、キノピオハーバーと、あとあれだ、ピーチんとこもいいな。ただドラゴンロードだっけ、あそこほんとダメ。ドラゴンロード選んでるやつはマジでもう聞いてくれ。で、あ、メッセージ、あ、そうか、メッセージ入れるの忘れてた。毎回メッセージ入れるの忘れるな。なんか一言挨拶してんだけど毎回忘れる。よし、で10人か。あともう2人欲しかったな。やっぱり12人の多い人数いる中で1位を取りたい。で、ここで何になってくる？で、なるべく 150cc だな。どうしても 100cc のスピード感があんまな、俺な。ついて、あーん、100cc だし、ピーチだし。あー、マッツン抜けてんな。仕方ねえ、マサ。マサとケンスケ。で、あと、ノーボディ？おい、日本人のくせに、ノーボディなんてやってんじゃねえ。ちゃんとひらがなかカタカナ使え。ひらがなかカタカナを。で、あれだ、骨クッパか、やっぱ1位のやつ。マサ、骨クッパはダメだ。重量級とりあえず使っときゃ勝てるっていう思考をやめといた方がいいぜ。あぶねえ。コースが一層になるけど俺はしない。で、ここでスピード上げてって。あー、かっこほらかっこいい。あー、ぶつかった。もうダメ、最悪。で、ケンスケ、お前も重量級か、日本人。重量級ばっか使うな。で、ここは1個のアイテムに確実に取ってガードをしよう。あーん、見逃してたわ。ジャンプアクションできなかった。で、ここでジャンプアクションして、今、緑コーラで、俺の緑コーラによって誰か一人ぶつかったな。ざまみろ、ボケカスが。で、ここの2個アイテム取ろう。2個アイテム、あーん、取れなかった。まあ、アイテム取らな、あえて取らなかったよ。あれもあえて取らないっていう作戦だ。で、ここもちゃんとドリフトをかましつつ、で、小分けにかましつつ、で、ここもジャンプアクションして、で、お、いいね、いいね。あー、赤コーラやめてね。おっしゃー、今赤コーラやめてて、つったからやめてくれた。やっぱり、ちゃんと言葉に出して言うの大事だな。で、ここで、おーし、いいね、決まった。で、ここ赤コーラ、ここで、クロートの俺は、ちゃんと赤コーラをガードに使う。そして、ちゃんとスピードも乗ってて、今赤コーラを見つけて、1位だ！今いいね、1位になってる、1位になってる。ここはいいわ。で、コインで爆弾、ここいいね、ガードしといて。で、ちゃんと、後ろも背景見つつ、いいね。で、逆に抜かれたら爆弾ポイってぶん投げてやればいいから。で、ここで青コーラなんていうわけわかんないから、コーナー系なんとかなる。で、ここ入って投げて、おい！ケンスケ！やめとけや、赤コーラのタイミングで。まあ、仕方ねえな。とりあえず、で、ここでテクニックでちゃんと差をつけていこう。ここで、どうせあいつ、いい。わあ、バカ野郎、テレサ。おめえよ、お前、テレサ、お前、レース出れねえからっつって、お前、ひがんでんじゃねえよ、お前。まあ、キングテレサとして出てんだろうが。で、ここでブーメランか。まあいい、ブーメランでぶち殺してやら。普段ブーメランでぶち殺されてっから、ブーメランで俺が逆にぶっ殺してやる。じゃあな。で、バックにも投げていく。いいね、いいね。で、ケンスケか、1位。1位じゃねえよ、2位か。1位のやつ結構さ、まあまあ、おい！マサ邪魔すんじゃねえよ、この野郎！てめえ、マサ。あいつで絶対許さない、あいつ。もう同じ日本人としてのもう誇りが、あいつね、日本人同士で蹴落としてる場合じゃねえだろ、今。協力していかなきゃいけねえだろ、この時代。で、スター来い、スター来い、スターなんか来るわけねえよな、知ってました。で、マサ、マサぶつかった、よし。せめてマサは抜きたい。まあ仕方ねえ。で、いや、3位か。まあいいでしょ。危ない、危ねえ。土下座来る前に3位。まあいい、マサには勝った。まあいい、永遠のライバルのマサには勝った。だが、ケンスケが1位か。ケンスケやるな。あいつ、だがしかにね、まあね、実質重量、あいつら、もうケンスケもマサも重量級を使ってるわけだから、実質俺が1位みたいなとこあるわ。いや、でも、そうしたらあれだ。2位のルイージ使ってるやつが1位だわ。で、こん中で、あー、ケンスケモブか、お前。せめてもうちょっと個性出していこうぜ、俺とかさ、斜め前にいるさ、この髪青のやつ、水色の髪のやつ、めっちゃ笑顔だな、こいつ。逆にはこうやって振り切ってるキャラが逆に好きだわ、俺。で、こん中だったら絶対エキサイトバイク。エキサイトバイク。で、ここでメッセージも、レッツゴーと入れていく。いいね。おー、いい。この口がさ、アングリ、真っ黒、ブラックホールみたいに開いてんの。かわいいね。ブリッジ。いいよ、いいよ。で、
人数やっぱ少ねえな。やっぱこの、あ、増えてきた。ありがとう。なるべく12人に近い形でやっていきたい。で、今喋ってるんですけど、今鼻がちょっとなんか花粉症の影響により詰まりつつあって、なんかうまく喋れない。元からそんな滑舌良くないのに、鼻が詰まって鼻声になり詰まるという、ほんと最悪のパターンだ。で、10人か。で、ほとんどがエキサイトバイク。で、ドッスン遺跡にパックンフラワーのとこか。あの、パックンフラワーのとこ選んでるやつ何なのマジで。なあ、おい、水色。なんか髪型一緒でさ、お前と俺同族みたいな感じじゃん。だったらエキサイトバイク選んでくれや。パックンフラワーのところはないぞ。で、あー、まあいい、しょうがない。でもな、この低確率のとこ引くのほんとなんかがっかりするわ。しかも 100cc だし。ドッスン遺跡も嫌いってわけでもないんだけど好きではない。嫌いじゃないけど好きではないみたいな感じだ。で、あー、くっそー、メタルマリオ。あ、やべ、鼻すすってた。鼻すすったせいで今スタートダッシュ失敗した。で、ここでちゃんとまずアイテム取ってって、しっかりスタートダッシュを失敗してもちゃんと冷静に対処していく。で、ここでバナナガード、あー、ここでドリフト失敗や、壁に当たった。で、ここで本当ここね、特にな意外に落ちやすい。あー、アイテム取れなかった。意外に落ちやすいし、やっぱコースアウトも結構しがちだから、ここもちゃんとで安定に走っていくと。あー、もう今避けれたじゃんバナナ。俺もうなんであんな安直にあんな感じ、もうど真ん中にさ当てら、なんか振られて当たるんだろう。で、ここもアイテム取れないでいく。ほんと最悪だ。やばいやばい、今精神的に乱されている。ここはちゃんと安定して減って走っていかないと。で、とりあえずガードは絶対ここつけておこう。で、どうせ次もアイテム、おーっしゃ、ボケー、俺の真後ろにつくとこういう目に遭うっていうことを覚えておくんだな。で、ここでよし、みんなショートカットしていくな。まあ、しかししょうがない。ここはアイテム取ってって、ちゃんと緑コーラでガードで4位だし、まあまあいい。で、前も密集してるからそんなに差がついていない。ケンスケ、お前俺の邪魔すんじゃね。ケンスケ、ケンスケ、お前邪魔すんな。あー、アイテム取った。あいつら俺の前でアイテムよく邪魔していくな、ケンスケ。で、ここで緑、まだな、投げるの早いな、まだ早い。あー、おいおいおい、こいつも邪魔じゃボケ。あー、当たんなかった。で、ここでしっかりとガーディングしてって、あー、取れな、あー、取れた。よーし、オッケー、いい、今いい感じのタイミングでドッスンがあれ抜けてくれた。で、ここでドスカ、危ないよー、危ない。で、ここでドスカそろそろぴょん、はい、お、当たった、オッケー、今のボミいいね。で、ここも安定して走っていこう。で、ちょっと前と下がるな。ここもちゃんとコイン取りつつして、で、ここであれだな、ここもちゃんとドリフトかましいのして、いいねいいね、ドリフトかましいので、ここアイテム変えずに行こう。あー、まあいいや、まあいいまあいいまあいい。あー、最悪最悪。ええ、どうなってる、これどうなってる、これどうなってる、おーい、今のはどうなってんだ、今のどうなってんだ。あそこ入れるかと思った、入れなかった、最悪。ほんとこれ今あれだ、任天堂のバグだろ。もう今のは任天堂のバグで、ここでもどんどんキラーで抜かれていって、やべ、ここで最後逆転するしかねえ。ここで2個アイテムしっかり取ってって、ここでいいアイテム、いいね、ここのショートカット決めたい、ショートカット決めていく。で、あー、しかしジャンプアクションがうまくなかった。で、ここであのルイージにぶつかりたかった。ギリギリかー、6位はダメだな、ちょっと6位は痛い。てか、あのな、さっきのあれだ、サンダーでうまく飛べなかったのが痛かったな。あそこよろしくねえわ。よっしゃー、で、最後か。うわ、やば、骨骨砂漠とレインボーロードはマジでやばいからやめてくれ。マリオカートスタジアム。骨骨砂漠、まあ、レインボースタジアムはまあいいや、なんか綺麗だし、いいけど、あれだ、骨骨砂漠選んでるやつマジで俺理解できない。人としてのなんかモラルがないわ。思いやりも、なんか知性のかけらもね、もうボコボコにしていくわ。もうボコボコにしていく。で、レインボースタジアムで今あんところが9人か。あともう3人うまく入ってきてくんねえかな。お、これはあれだ、ここに配置するってことは1人入って、いや、ちげえか。あー、ちょっとどうなんだろう。あのメガネ面がな、王冠かぶってんの気に食わねえわ。いや、いや、メガネ面よりもあの左、俺の左手前のやつの今黒いやつ。あの目のやつ、こいつマジでなんか目がムカつくな。あれだな、
なんかヒルドラとかのなんか悪役であれだ、よく途中で殺されるやつにいそうだなあいつ。まあいいや。でマリオカート、おー、しかも 150cc ナイス。まあ9人しか、なんだこれ、何これ、右下のあの下なんか外国人のキャラのゼロレートのやつ何なんだろう。まあいいや。でここで9人か、まあ実質9人の中で1位を取っていく。まあいいや、人数少ねえがちゃんとこういうところでもちゃんと1位を取っていくことが大事だ。でここではさっきスタートダッシュしくっちゃったので、ここでスタートダッシュをちゃんとうまくかましていくと。でここはちゃんとドリフトしいので、アイテムが取れなかった。もうアイテム取れないのどうにかしてる、どうかしてるんだろう。でここでちゃんと危ね、でここでちゃ危ない、今回はちゃんと、あーバナナは避けたけど赤コーラが避けられなかった。赤コーラ避けるっていうなんかあれないのかな。で今アイテム2個取んなかったな。でここでちゃんと赤コーラをガーディングして、おっしゃガードしたけど、まあそこでうまく使えたからよしとしよう。でここで2個アイテム俺の前取ってくない、アメリカ人よ、取ってくんじゃ。危ねえ、ファイヤーフラワーだけ絶対食らわないって決めてるんだ俺。危ねえ、あファイヤーフラワーやめて、ファイヤーフラワー、ファイヤーフラワーやめろやマジで。ガソリンに引火したらどうすんだって前から言ってんだろ俺。本当にさ、なんでファイヤーフラワーあんだろう。よし、危ねえ、今なんか詰まったわ。でここでちゃんとトークもあれ円滑に行っていって、でここどうしよう。でここでよし2個アイテム、危ない、避けていって、トゲゾウコーラいいね、あのトゲゾウコーラに当たんなかったのはでかい。でここでちゃんと赤コーラもガードしていく、オッケー、赤コーラガード後ろ投げる、オッケーガードした。でここで2個アイテム取った、よし完璧で、いいね安定してるわ、ほんま安定してる。で1位がまあそれなりに差があるけど、2位抜けそうだな。つってもう1回な、あれ青コーラ、そったらが今もう舌打ちしちまったわ。もう本当にこの舌打ちする癖やめてえけど、やっぱやめらんねえわ、もう癖がもう身についちゃった。でここでちゃんと赤コーラガードしてて、であのなブーメランとマジでファイヤーフラワー当たるとマジでさストレスがたまる、もうストレスゲージマックスになるから。でここでちゃんと2個アイテム取ってって、いいねでここで赤コーラ来い、あー赤コーラは来なかったが、まあいい、ここで抜けるから。でここでちゃんとショートカッティングしてって、でここもちゃんとショートカッティングよ、いいね。でここ2個アイテムラストチャンス、いいね、うん、微妙だわ、やめてよし、まあしょうがない、3位だ、いいでしょう。いや、あ4位抜かれた、あの前のやつ、あいつ誰だ、あいつ日本人かアメリカ人か、まあ日本人でもアメリカ人でもどっちにしても許さねえや、くっそー。よし、とりあえずこれを最終戦とする。でこの最終戦にて1位を取りたい。つうかさっきのあのメガネ野郎がもう一回また1位だったのか、あいつムカつくな、あいつでもってやばい、全部ダメだ。まあ強いて言うなら骨骨砂漠以外だったらこの2つどっちでもいいけど、やばいわこれ、お任せだわ。でみんなはんー、まあいい骨骨砂漠を選ばなかったという点においては褒めてやる。あー惜しかったー、あそこでランダムになってエキサイトバイクっていうのが理想の形だったが、まあ仕方ねえや。であの1位のやつがあれか、アメリカ人サーモン、サルモン、わかんねえ、読めねえけど、あいつか。あー日本人が1位っていうのはまあかえっていい感じはするが、気持ち的にはまあ仕方ねえ、あいつをボコボコにしてってやるか。今お前1位2回連続で取ってって、鼻ちょなんかあれ調子乗ってんだろうけど、その鼻へし折ってやっからなお前。でここちゃんとうまくテクニックでいこう、ここでやっぱテクニック大事にするので、2個アイテム取れたのが大きい。ここでガードしたい、あーガードがないけど、いやここで、あーここちょっと今雑になったしょうがない。でここで赤コーラはしっかりガードで使っていく。でまだガードしたい、まだガードしたい、ここでいいね今ガードしたからこそ今の赤コーラガードできた。でここでもう一回赤コーラをガード4位として使って、ここをテクニック、今ちょっとテクニックを意識しよう、テクニックを意識しよう。でここはアイテム回さないでいこう、バナナのままでいいや、こっちもガードとして使いたい。でここでサンダーとかなんかわけわかんないやつ来なければなんとかなる。でブーメランやめて、ブーメラン貫通すっからやめて、ほんとブーメランやめて、ブーメランとマジであれだ、あのファイヤーフラワーだけは本当に遠慮願いたい、マジであの2つだけはマジ害悪でしかないから。でここで1、あー差があるな、あいつ早いマジで。ここで青コーラぶん投げてきてくんねえかな、あいつやっぱテクニックちゃんとしてんな、いいね、むしろちゃんと走ってるってやつだわ、アイテムに頼ってない感じが俺評価高い。だがしかしこのままだと俺も抜けねえでいるから、
ちゃんとここのこのスピード上がるところを利用していって、でここあジャンプアクション、ジャンプアクション、オーケーオーケー、ジャンプアクションしていって、でここあここ赤コーラで剥がされちゃうのが嫌だな。でまた赤コーラで剥がされる。赤コーラ投げすぎなんじゃ。であまあまあ前になる、まあまあ前にいる、いいねいいね、ここで抜ける。であいつ何持ってんだ、クラクションか、クラクションかな、クラクションは痛えな。でここでちゃんと2個アイテム取りのして、1個剥がしたい、1個剥がしたい、剥がせないか。青コーラ誰か投げてくれ、青コーラを投げてくれ。ここはとりあえずいいや、投げて投げて、でアイテム交換よ。でここで赤コーラ、いいね、赤コーラ来た。ここはしょうがない、投げちゃおう。で誰も投げ、お前投げんなよマジで、この状態で俺にコーラを、赤コーラマジ投げて、ぶっ殺すからなお前、もう殺すって言っちゃった、やばい、ごめんなさい任天堂さん、 YouTube さん、もう二度と言いませんので。ここで、あ俺1位じゃん、いつの間にか1位になってる、あれこれこのまま、まさか俺が1位のパターンでさあ、やったー、いつの間にか1位になってる、これこそ本当の王者よ。気づかぬうちに1位を、ちゃんと自分のプレイをして、周り、なんか周りになんか踊らされない、周りに流されないっていうのが大事。結局あのソルモン、日本人のやつ結局5位か。いいね、これはいいスタート切れたわ。いいスタートっつうかあれだ、いい、ごめん、スタートじゃねえ、なんでスタートって言ったんだ。いい終わりを迎えられた。これであれだ、終わるのはなかなか、やっぱお前王冠似合うわー。